こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワーを始めていきたいと思います。浅草サンダーボルト、こちらの試合ですが、2週あるんですね。今回は練習試合に徹したいと思います。これは何だろう。キャピタル東京6位ですね。低迷しますね。ちょっと見てみましょう。トーナメントで当たるかもしれないんでね。はるかを。あ、これ全部、全部イエローカード持ってる選手にしよう。イエローカードを消費させたいです。来たる時に備えて。次の試合どうかな。公式戦が迫るからイエローカードを使わせるのはとは思うんですが、まあ、次の試合は出場停止になっちゃいますからね。イエローカードたまったら。さあ、どんどんカードを貯めていきたい。お、いいですね。おっと、すごいな。あー、でも外しちゃった。うまい。さすが緑です。もっとラフプレイいってほしいですね、緑。おっと、当たりに、特にイエローカード持っている人は当たりに行かないと。さあ、緑がぶつかっていきます。早い緑。さあ、押し上げていきますが、課題が増えていきます。ナーコ、これはちょっと、それはセシル出ていくよな。さあ、キャピタル東京もどうするんでしょうね。パンチング、みゆきに渡った。のみゆきの切り返す、ナイス。キャンデオ、さすがです。お、当たりにけ。さあ、ちょっとピンチですね、これは。頑張ってほしい。あー、捉えちゃいましたね。イゴールからキャンデロロ。悔しいな。さあ、縦パスから国分。これは飛び込みが、と守備が硬い。とにかく硬い。おっと、これは一番悪いパターンだろう。ゲーム終了です。相手のやっぱり鉄壁の守備っていうのは硬いですよね。どう崩していくかですね。完全に押されてる感じです。さあ、もう一試合です。その前にもうスカウトできないのか。イーダビスタ。スタメンは、持ってない人。で、エリカ前走出てないから、エリカを投入します。じゃあ、エリカというなんていいよね。
子と幸子だから、ひらりとさつき、ナイスとなんか入れたい。そう入れ替え、梅ですね、キーパーは。やっぱりこの辺のクラスのレベルは如実に差があることが分かります。さっきのキャピタル東京と全然スピード違いますからね。これは ただもう苦し紛れですね。これをつないでいかないといけないんですけどね、結局出してしまう。また出そう。かなり前行ってるので、さっきよりはいいです。あー、うまくパス決められた。今の危なかったぞ。それで切り返して、なるべく安全区域内で攻めていきたいですよね。個人ゲームもいいけど、うまくフォーメーション決めてと思ったユーナ、飛び込んでいった選手点。一瞬のひらめきですよね、このいうのは。こういうのが大事。守備陣をすり抜けていって、ユーナしっかり決めてくれました。さあ、カルチョビットはもう、今こけた。図工っていう感じですね。エリカだ。エリカが、イエローカード。右に出します。これはノーホイッスル。おっと、前に。一人やられるか。敷島か。不安しかない感じですよね。さあ今度は、さあエリカしっかり決めて、決めた。エリカ再度勝ち越しです。そろそろ守備陣体力が落ちてきてるんで、隙が多く出てくる頃です。アシスタージャネット、さあセンタリング、残り時間あとわずか。さあアディショナルタイムに入りました。試合終了です。2対1で勝利。これすごいですね、リオも結構が。ちょっと流れたんですけど、そう、落ち着いてユーナが決めることができました。このひらめきですよ。これはちょっと不用意すぎました。ちょっと守備のポジションを見ないとね。落ち着いた時に見返すと、なんとなくどういうふうに動いてたか分かりますが、陣形は崩れなかったですよね。さあこれが同点。セツコ、ジャネットに、私ジャネットが一気にこれ切り返し、
ですね、ギアチェンジっていうのが結構相手のリズムを崩すことにつながるので大事にしていきたいですね。シュートコースボール試合率は互角、こちらでイエローカードをもらってしまいましたが2対1で勝利いたしました。5位浅草サンダーボルト、どんなチームなんでしょうか。Sが多い、強いですね。まあこれって言って抜けた選手はいないんですが、バランスよく強さが育ってるっていう感じです。もうワントップなんですね。ワントップトリノ541ですか、これ。S が必ず一つは入ってますね。この辺の控え陣はちょっと落ちますね。確実に体力を削っていきたいところ。で、昨年2位で、N1 に復帰しまして、今年は5位ということで、我がクラーカリバーズには1対2で負けてますね。順位表3点差をつけられているので、ここではしっかり、はい、ということで、浅草サンダーボルト戦も頑張って勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。ぜひ応援という意味ではチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。今回は練習試合2試合やっていきました。次回浅草サンダーボルト戦もご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。